ルボフラ条約は1412年にポーランド王ブアディスワフニセとハンガリー王ジグモンドとの間に結ばれた財政危機に陥ったハンガリー王国へポーランド王国が緊急融資を行うことを決めた条約である。条約は今日ではスロバキア領となっているスピシュ地方のルボフラで後期中世において有名なポーランドの騎士のスティーブア・アオブ・スティバークスと ザビシャー・チャーニーによって交渉され、その後ブダで批准された。ハンガリー王国はそれまでの法満財政に加え、当時ハプスブルク家からの圧力と同様に、オスマン帝国との絶え間ない戦いによって、重大な財政難に陥っていた。条約の規定には、ポーランド王国とドイツ騎士団との間の第一次、トルニーの和訳の批准も含んでいた。それと同時に、ハンガリーは密かに、 ポメラニア地方に対するポーランドの主権確立を支持すると申し出た。それにより、もはやポメラニア地方はドイツ騎士団のものではなくなった。最終的に、ポーランドが総額3万7千プラハグロュつまり7トンもの大量の純銀を全60回にわたってハンガリーに融資すること引き換えに、これが完済されるまでの担保として、 スピッシュ軍の16の豊かな塩港町をポーランドの管理下とした。ルボフラ会議の後、ブワディスワフ2世とポーランド代表派遣団は個室へをもむいてハンガリー王と会い、そこから都会、デブレチェン、そしてオラデアにあるラースロー1世の墓を訪れた。その後舞台へ行き、そこで4万人の騎士と貴族のみならず、ボスニアをテビティコ2世、14の諸行、3人の大司教、 11人の死境、17州の大使の前で、ルボフラ条約は公式に調印された。その行事を盛大に祝うため場上試合が催され、これにポーランドとハンガリーの騎士が参加した。約束された勇士は、ポーランド王国によって誠実に実行された。その後、条約が発揮されることはなかったが、依然として、この、ハンガリーの債務は弁済されなかった。 18世紀のポーランド分割によってポーランド王国が消滅するまでスピシュ軍はポーランド王国の一部のままだった。1769年にバール連盟の放棄から守るという口実でオーストリアはスピシュ軍の街を支配した。それからスピシュ軍はポーランドへ戻ることはなく、それどころかポーランドが弱体化したことでオーストリアがポーランド分割に加担した。そして ポーランドはハンガリーに対する全ての再建の放棄を強要されたのである。ありがとうございます。